三井に弟子入りしなくてもいいんじゃないかなって、うん、本番前に喧嘩した人みたいな、アシスタントじゃなくてみたいな、キラさんみたいなって言った瞬間に師匠のことうざいって言っちゃったけど師匠すいません。こんにちは、シエルです。そして中西里奈です。はい、今日は久しぶりの里奈ちゃんとお話をしていきたいと思います、はいはい、していきましょう。はい、一応私たちあのマジシャンとして活動してるんですけれども、はい、あの最近ツイッターで、うん、なんか師匠に弟子入りをした方がいいかみたいな、あーはいはいはい、なんかしなくてもいいかみたいな、やってたね、なんかあったよね、うん、ちょっと詳しくちょっと見てないから私も詳しく何をきっかけにそういう話になって、うん、どうなってるのかって今わからないんだけれども、うん、一応私たちあの日本一うざいカラクリドールさんに、はいはい、日本一うざいマジシャンね、うざい人になっちゃうからそれだと人としてうざいみたいな、やばいやばい、師匠すいません、師匠はうざくないですよ、はいはい、日本一うざいマジシャンのカラクリドールさんとね、そう、うん、そう、日本一うざいマジシャンのカラクリドールさんに、うん、まあ、弟子入りをして、はい、まあ、それからマジシャンとして活動がスタートしたので、うん、私たちはあの弟子入りから始まって、はい、ね、今ということなんですけれども、うん、弟子入りした結果、うん、どうです、私はね、良かったと思う、良かった、うん、良かった、良かった、すごい良かった、どうですか、私も良かった、お、うん、じゃあまあ、はい、私たちの答えは良かったっていう師匠のことうざいって言っちゃったけど良かったと思うよ。だって10年間やってみて結果的に今の答えは良かったから。じゃあちなみにどんなところ良かった、うん、ちょっと3つぐらい。わ、あ、分かった。3つ4つ。3つ4つ。まずね、マジックを1から教えてもらったこと。うんうんうん。そして、やっぱメディア関係のね、つてがあったから、いろいろオーディション振ってもらったりしたこと。ああ、チャンスがあった。そう、チャンスがあった。そしてあとは、やっぱりね、いろんなアドバイスをくださる。こういう時どうすればいいですかって言ったら、うん、こうした方がいいっていうアドバイスを。それはそのマジックのテクニックとかじゃないところで、あと番組とかで何かマジックするときにこれどうすればいいですかとかいうのでいろいろ教えてくださったっていう、うんうん、とりあえず3つかな、うんうん、うん、うわすごい良かった、良かったメリット、うんうんうん、ちなみにデメリットあった、デメリットは仕事振られる時も一回その師匠に聞いて、うん、これ受けていいですか受けちゃいけないですか、うん、とかになった時に、まあ、フリーの方が何でもかんでも自分で決断できるけど師匠一回通すっていう、あ、じゃあ時間もちょっとかかっちゃったりもするか、ね、そうかな、うん、そうだね、うんうん、っていうのと、あとはやっぱりね、男のマジシャンの弟子だから、うん、なんかこうできてんじゃないかとか、あ、男女の関係みたいな、そうそう、やっぱ師匠とご飯行きましたってなると、うん、まあ、ファンの人はそんな疑ってないと思うんだけど、うん、あ、なんかちょっとできちゃってんのっていうファンの人も不安になっちゃうかなって思ったりとかして、うん、あんまりイメージがね、そう、イメージが結構その、うん、なんだろう、私たちからしたら何もないよっていう話なんだけど、でもやっぱり男と女ってそう見られちゃうね、うんうんうん、誰彼構わず、誰彼構わずって感じですかね。でもカラクリさんのあの弟子っていうのめちゃくちゃいるからね、うん、そうだね、ファミリー的にね、まあね、まあ大家族みたいな感じなんだけどね、まあね、いろんなおじさんいるからね、いろんなおじさまもいたりしてね、いろんなおじさまがいて、うんうん、はい、なるほど。私の場合は、まあ、現場数かなりあのたくさんのところでマジックさせてもらったから、うん、とにかく経験させてもらったことがめちゃくちゃでかい。やっぱね、マジックはね、あの練習して本番迎える時に、うん、実際何が起こるか分かんないから、そうだね、 そこの経験値を詰めたこと、うん、あとは師匠の姿を見てマジシャンってこんなとこでも仕事できるんだっていうので、うん、可能性がいっぱい見えたのと同時に、仕事の取り方が分かった、はいはいはい、それでだから食べていくとか、うん、お金を稼ぐ方法みたいなのが学べた、うん、あとはね、もうこれは多分一番なんだけど、うん、あのとにかくマジック楽しい、あ、うん、それはカラクリさんについていろんな現場行ってお客さんがわーって笑ったりとかしたのもそうだし、うんうん、自分がマジックレクチャー受けててもそうだし、とにかくマジックイコールめちゃくちゃ楽しい仕事っていう風に、確かに、あのもうデビューから今もそうだけど、そういう風なイメージがあったから、でもこれ人によるよね、人によるね、え、だってうちらが前いた師匠は面白いって思わなかったの、私、マジック、そうね、そうね、うん、だから
じゃあそこがちょっとデメリットになるかもしれないね。だから師匠によっては、例えばマジックってすごい厳しいものですよ、大変なものです、こうじゃなきゃダメですって言う師匠もいると思うんだよね。例えば伝統芸とかわかんないけど、これが絶対みたいな、だからそうなってくるとその部分は若干あるデメリットっぽくなる可能性もあるかもしれないなっていうのもあるかな、あとは、まあ、師匠がいるから安心するわけだよね、仕事もらったりするのも、だけどそれにあまりにも甘えすぎたりとか、べったりしすぎてると、じゃあいざ師匠いなくなった時を考えたりすると、自分一人でできなくなる可能性があるかもしれないから、そのあたりはあんまりにもこう何でもかんでもやってもらおうとかは良くないのかなっていうのは思う。やっぱ師匠ってさ、現場行くとスターじゃん、で私たちはどっちかっていうと弟子だから、アシスタントみたいになってくるから、そのあたりでちょっとこうアシスタントの人みたいな、だから一応プロマジシャンでやっていくんだけどアシスタントみたいな感じにこう思われて、言われることもあるよね。アシスタントさんはマイクどうしますか、同じ現場の時、そうね、確かにみたいな、ね、そもそも私の場合、まあ、りなちゃんもそうだと思うんだけど、マジックが好きでマジシャンになったわけじゃないんだよね。まあね、カラクリさんに出会ったことでマジックの世界を知ってたから、その弟子入りするのが自然だったの。ああ、そうかもしれない、だから、それ以外のなんか独学で学ぶとかっていうことの発想がなかったから、確かに考え自体がないから、だからもう自然と弟子入りっていう感じだったの。でもそもそもからくり師匠っていうのは師匠自体は独学でやってる人なんだよね。そうだね、それしか考えてなかったし、独学なんて方法ないだろうみたいなぐらいの感じだったけど、でも今はさ別に弟子入りしなくてもいいんじゃないかなとかも思ってくるよね、そうね、だから今の時代、これからマジシャンになりたい人たちに対しては、私もあの弟子入りをものすごく進めていこうとは思わないかな、なんかいろんなきっかけがあるというか、YouTube とかで今勉強ができる時代だから、YouTube で勉強して、あとはいろんなマジシャンの人とつながって、いろんなところ、いいところを教えてもらってみたいな、まあ、そこでさマジシャン仲間ができると、そういうメディアのつてとかも意外と回ってきたりしない、マジシャン同士で話が、とかあるから、別にその一人の誰かに弟子入りする必要はないかもしれないなと思った、そうだね、うん、あ、じゃあ逆に弟子入りをするとしたら誰につくかがすごい大事、もう大事、これでもだからそこが多分自分がどうなりたいかだと思う、前にねからくりさんの現場で、師匠と一緒に仕事終わりタクシー乗りました、見たら男の子バー走ってきて、でからくりさんタクシーの窓ピーって開けて、何ですかみたいな話聞いたら、マジシャン、なりたいんですって言って、すごいもう熱心にからくりさんにアピールしてて、でからくりさんどんなマジシャンになりたいんですかって言ったら、キラさんみたいなって言った瞬間に、あ、じゃあキラさんのところで行ってたね、だからやっぱりね、キラさんみたいになりたいんだったら、やっぱりキラさんみたいな方のところに着くと良いと思うし、仕事をさやらせてもらうのも、多分師匠によってはマジックをさせてくれない人もいるのかなとも思うの。カラクリ師匠に関しては私たちはあんまりアシスタント化みたいにはしてないから、ちゃんと持ち時間を与えてくれて、師匠のステージでもいくつか演目を演じさせてもらえるの、できる限り私たちもマジシャンなんですよっていう風な形でお仕事をもらえるんだけれども、やっぱりいつまでたってもマジック教えてくれないとかあとはそもそもなんかコメディやりたいのにすごいスタイリッシュな先生についちゃうとかなると変わってくると思うから、やっぱりそのね、自分がどこに向かってるか、これ P でいいんだけどさ、なんか前にさ、なんかそのマジシャンのアシスタントの子がいて、そのマジシャンしか名前言われなかったの、何々みたいな、でもさそのアシスタントの子はさ、名前言ってほしかったんだろ、そこでなんかすごい本番前に喧嘩した人みたいな、あ、自分もみたいな、アシスタントじゃなくてみたいな、だからやっぱアシスタントで見られちゃうんだよね、ちょっと後ろで立ってると、けど私はやっぱり師匠って偉大だから、私も現場行くときにカラクリドールどうぞって言われてて、まあ私は言ってもらえたらありがたいから、自分の名前っていう感じではあるけど、
その子も自分で言えばいいのにね。そうそうそう、何々、何々もいるみたいな。師匠は言ってくれるよね。僕とシエルと中西里奈ですみたいな、ちゃんと言ってくれるよね。からくり師匠は現場行って打ち合わせで、うん、あの紹介コーデいいですかって言うと、うん、絶対私たちの名前をできる限りは入れてくれるようにはしてて、うん、そうそう、あとはまあからくり一座みたいな感じで、うん、一応みんなで来たよっていう感じにはしてくれてるから、うん、まあそれはありがたいね。じゃあ最後に師匠に一言なんか。師匠に一言、いつもご飯ごちそうさまでした。手品じゃない。手品じゃないの、はい、最近なんかからくり師匠のとこに新しい、うんね、あの弟子たちがどんどん増えてるらしくて、一人シエルちゃんファンで入ったってね。そう、嬉しい。でもシエルに弟子入りではないんだ。そうだね、からくり師匠なんで。まあ弟子入りしなくとも、うん、やっぱりある程度活躍してるマジシャンにつくと仕事とかのこう、まあ、やり方を知れたりとか新しいマジック知れたりとか、うん、演じ方とかもすごいいろんな勉強になることがあるから、うんうん、すごいプラスになることは多いかなとは思うね。ですね、うんうん、だけどまあ実際はねこれからいろんなマジシャンになる方法があると思うので、はい、まあ、これは一つの参考という感じ。いやでもさ、最近こういう動画があるからさ、うん、多分からくりドールの弟子が増えてきてんだよ。動画とか動画もあるし、うん、だからさ、ちょっとほんとどんどん選抜メンバーが外れてくるじゃん。そうそう、最近呼ばれないから師匠。そうそうそう、だからちょっとあんま弟子いらないかも、もうからくりドール。まあ、からくり師匠でも30人ぐらいいるから、ね。いやーもうめちゃくちゃいるよ。うん、ちょっと私たちの存在も覚えてない一緒って感じなんですけれども。はい、ということで今日りなちゃんと一緒に、はい、はい、マジックのあれやこれやの話でございました。皆さんどうもありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてりなちゃんもチャンネルやってます。はい。うん。なので、中西りなチャンネルもチェックしてください。はい。はい、今日はありがとうございました。バイバイ。